こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。なんでマスクしてるかなんですけども、いや昨日ですね、実は007日曜ロードショーで見てまして、で途中までですねこう見て寝落ちしちゃったんですよ。だから最後見てないんですけれども、それで朝になってですね、なんかちょっとこう鼻の方がムズムズするなっていうことで、ちょっと鼻水が出るような感じなのでマスクをつけさせていただきました。でですね、そのまあ病気じゃないんですけども、病気といえばですね、私先週の月曜日にコロナウイルスのですねワクチンですね、モデルナの2回目の接種をしたんですね。でモデルナの2回目って言うと、なんかすごいこう副反応が出て、熱が出て高熱が出て、もう体調悪くてっていうことを周りの人がみんなそうなってたので、自分もすごい心配してたんです。でところがですね、月曜日に、先週の月曜日ですね、接種して、その日とその翌日ですね、私は左利きなので右腕に接種したんですけども、ここになんかちょっとこうむずがゆいような違和感があるなぐらいで、あと何にもなかったんですよ。家族の者がですね、あんたやっぱりバカなんじゃないのとかって言われてですね、本当に失礼なとかって思ったんですけれども、抗体できてんのとかいうことでですね、私は年2回ですね、血液検査をして、いろいろこうHD 悪玉かコレステロールとかいろいろ調べてるんですけども、たまたま今週末がその血液検査の時でですね、馴染みのお医者さんがですね、じゃあ一緒に抗体検査してあげるということなので、抗体検査ですね、今週土曜日に分かるんじゃないかと思います。でですね、でなんでこの色なんだっていうことなんですけども、今回アイルランドのレップ城というお城なんですね。でまあその皆さんがご想像通りの通り、この赤い何かの色ですね、赤いそれのお話なので、まあ、こんな色なんですけれども、まあ、ご安心してください。目を背けたくなるような画像は出てきません。ちょっとお話ではそういうお話もありますので、お食事中の方はちょっとやめられた方がいいかもしれないですね。それでは参ります。アイルランドのレップ城なんですけども、まあ、こういうお城なんですね。でその画像の件でちょっと申し上げておきますとですね、まあ、今回大変申し訳ないんですけども、お城の外観しかちょっともう画像揃えられなかったんですよ。まあ、後で詳しく言いますけれども、このお城ってですね、今個人所有になっていて、まあ、版権の問題がすごい厳しいんですね。でなかなか使える画像がなかったので、まあ、今回ちょっと、まあ、私がいろいろお話しますので、皆さんこう頭の中で想像していただいてですね、みたいな感じでちょっとこの外側で外見だけの画像でお許しください。でですね、このレップ城一体どこにあるのかということなんですけども、こちらアイルランドですね。このアイルランドの中で、ね、この辺りは北アイルランドといってイギリスなんですね。こっちイギリスですけども、イギリスなのでアイルランドではないんですね。でここダブリンで首都で、レップ城というのはちょっとこの真ん中あたりにある。まあ、大体ダブリンからですね、車で2時間はかからないかなっていうところにある、まあ、そのぐらいの、まあ、ほとんどアイルランドの真ん中にあるようなお城なんですね。でそのレップ城のお話なんですけれども、まあ、そうこういう雰囲気の話なので、こういう雰囲気の画像を用意してみました。では本日のお品書きです。これに沿ってご案内させていただきます。オキャロル一族、それから相続争い、赤いドレスの女、エミリーとシャーロット、そして PG 現象、炎上ということでですね、一つずつ言ってみたいと思います。まずこのオキャロル一族、まあ、この一族がですね、このずっとお城を管理してたんですね。もともとお城はですね、1200年代の半ばにはどうもその基本的なものができていたと。ただ実際に今の形になったのはだいたい15世紀なので1400年代頃なんですね。でその頃、まあ、この辺りをこの支配していたオキャロル一族というのがその城の城主になってですね、その後だいたい300年ちょっとこの城の、まあ、城主であり続けるわけなんですね。ところがこのオキャロル一族というのがですね、まあ、豪商でお金すごいいっぱい持ってたんですけども、まあ、残酷非道の一族だったわけなんですね。当然こう何代か、300年ぐらいですから、まあ、8代とか、9代とか、まあ、ぐらい行くわけなんですけれども、結局問題になるのは相続争いなんですよ。まあ、一番ひどい時はですね、そのオキャロル一族の人間がその司祭ですね、キリスト教の、まあ、カトリックの神父様、ちょっと偉い感じなんですけど、その司祭になってですね、このお城の中にチャペルがあって、そこでこうミサをしていたと。でその時にですね、兄弟がそこに突撃してきて、ミサしている神父様をですよ、刺し殺してしまったというですね、とんでもない恐ろしいことをする、まあ、そういう一族
だったんですよ。非常に気象が激しかったらしいですね。でそんなことをするもんでですね、この殺された時のチャペル、これをですねブラッディーチャペル、ブラッディーって血まみれのって意味なんですけれど、まあお食事中の方はちょっとやめなった方がいいと思います。ここからはやめなった方がいいと思いますよ。ブラッディーチャペルっていうふうにこう呼ばれているんですね。今もう血の跡とか何もないですけれども、まあ、そういう恐ろしいことをするような、まあ、一族だったと。ひょっとしたらサイコパスみたいな感じかもしれませんけれども、まあ、サイコパスの人って結構ねビジネスで成功したりしますので、まあ、そんな感じだったと思うんですよね。でそれがですね、大体300年から400年ぐらいの後にお城の持ち主が変わるんですね。これはイギリスのですねダービーさんだったかな、あの 軍に属している偉い方にこう変われるんですけれども、1800年代の半ば頃からですねいろいろこう問題が出てくるんですよ。でですね、その問題が出てくるのは何かというとですね、どうもこのお城何かいると、何かいるよというですね、そういう雰囲気があって、実際目撃談がボン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 出てくるんですよ。この赤いドレスの女っていうのが一番有名で、ちょっと背の高い赤いドレスの女の人がなんかいつ見てもゆるちょろうるちょろその辺を歩いてると。それからですねエミリーとシャーロットっていうのは子供です。女の子の子供なんですけども、エミリーさんはですねあのお城の、まあ、塔があった時にですね、その塔の上から落っこちて亡くなるんですよね。でそのエミリーを追っかけているシャーロットという2人の女の子がいつもお城の中をうるちょろ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 走り回っていると。でそれだけではなくてですね、なんか部屋にはなんかシミが出たり消えたり出たり消えたりっていうような部屋があったりとかですね、なんか暖炉のそばにいつも老人が座っていて、なんか向こう側が見えるとかですね、そういうこう話埋挙にいとまがない。それだけだったらまだいいです。でもそれだけだったらまだいいんですけども、そういうものに加えてついに起きてしまったのが PG 現象ですね。PG 現象ってなんてちょっとフルネームで書くとちょっとまずいのでこういう略しましたけども、ポルターガイストです。実際にポルターガイストが起きて怪我をしたとかですね、あのシーツにこう布団巻きにされたとかですね、そういう記録がずっと残っているんですね。それはつまりですね、多分このあまりにも残忍なオキャロル一族がいろんな人を殺してるので、そういう人たちのまあなんていうんですかね、昔は生きてたんだけどみたいな人たちが今もそのお城に今でもですよ、今でもまあ、住んでらっしゃるという感じなんですね。でその持ち主がですね、そのダービーさんという、まあ、あのイギリスの海軍だったかな、海軍だったかの偉いさんなんですけど、その奥様がですねそれを全部書き記したんですね。で出版して、でもう大ニュースになっちゃったんですよ。で、あのまあ、いろんな人が来たりとかしてたんですけれども、そうこうするうちにもうこのダービーさんもですね、このお城はもう嫌だと、もう嫌だということで、もうどっかイギリス本国の方に戻るんですね。それがまあ1900年のちょっと前ぐらいなんですけれども、まあ、その後ですね結局城が放置されてしまうんですよ。でその城が放置されるので、まあ、いろんなもののこう略奪が起きるんですね、お城の中の。で最終的にはですね、この炎上、ちょっとこの SNS で炎上するんじゃなくてですね、本当にこう放火されてしまったんですよ。でお城がですね全部こう焼けちゃったんですよね。で1920何年に、まあ、放火されて焼けちゃったんですけれども、ただ、まあ、アイルランドとしてはですね、まあ、あの1200年代から建てられているその有名なオキャロル一族のお城ということもあってですね、この復興させることにしたんですよね。で1900年代になってから火事の後ですね、復興させようとしてですね、こうチャペルの中とかを覗いていたんですけれども、作業員の方がですねとんでもないものを発見するんですよね。このチャペルのこう、あ、チャペルの裏側の方ですね、あの聖祭壇とかこう皆さんがお祈りする椅子とかがある裏の方に、まあ、一つのドアがあって、そのドアを開けたらですね、ドアの向こうに床がないと、え、なんじゃこれとか思って、床がないと思って危ないとかと思って下を見たらですね、あの皆さんが大好きな焼き鳥の串の太いようなものが山ほど下から生えていたと。でさらによく見るとですね、100年とか何十年前かに生きていたような人たちの骨がやたらそこにこう転がっていると、まあ、処刑ルームみたいなものがあったんです。チャペルの裏ですよ。オキャロル一族は一体どんな一族になったのかという、もう非常にですね、もう映画関係者が泣き喜びそうな、そんなストーリーを持っている列府城なんですね。
で、これ今ですね、今一体どうなっているのかというとですね、その炎上とか、まあ、放火ですね、放火で焼けちゃった後、やっぱ修復がずっと行われたんです。で、修復が行われて現在はですね、まあ、ミュージシャンの方、なんかこうフルートかなんか笛このようなものを吹かれる音楽家の方が個人で買い取られて所有されてらっしゃるんです。まあちょっとですねここにですね、ちょっとこう作業をしているような、なんか資材が置いてあったりしますけれども、こういうふうにして1900年代の終わりぐらいにはですね、もうリノベーションってことはないですね、復旧が終わって、そしてですね、お城としては完全な個人所有になっているんですね。だから中の写真がなかなか外に出せないという、まあ、個人の方の場合はですね、本当に版権うるさいので、これがなんとか観光案内所とかですね、なんとか観光事務所とかであるとそれほどうるさくはないんですけども、個人の方の場合にはちょっとまずいので、まあ、今回は外見だけということでですね、じゃあ一体その恐ろしいこの烈風城、世にも恐ろしい、多分世界でもね、多分5しか10市くらいに入るぐらい恐ろしい、まあ、日本でもね、姫路城っていう恐ろしい、ご存じない、じゃあグーグルでググってください、ありますけれども、白崎城で美しいとか言ってるようで、あれ本当は恐ろしいお城なんです。まあ、この烈風城もですね、それに並び称されるぐらい、ヨーロッパの中でも本当にもう5市10市に入るぐらい恐ろしい、そういうストーリーをいっぱい持ってるお城なんですよね。で、現在はですね、ガイドツアーで中に入ります。一時期はずっとね、ここ入れなかったんですよ、このこれまでの間だけれども、今ひょっとしたら今コロナでダメかもしれませんけども、ただ今日ホームページ確認したところでは、そのオープンしているという状況ですね、だったし、そのまだ入れませんっていう表現は一つもなかったので、多分入れると思います。ただその直接そのお城を持ってらっしゃるそのミュージシャンの方にですね、連絡をして、それでまあいろんな時間とかお日にちとか料金とかを話をしてということになってくるんだろうと思います。ですから個人でも、あ、その方のですね、メールアドレス、採用欄に、採用欄じゃない、何言ってるんですかね、説明欄に貼っておきます。で、このお城のURL も貼っておきます。ですので、ご興味のある方は連絡取ってもらってもいいですし、もちろん私どもを経由してそちら の所有者の方と連絡を取ってセッティングすることも可能です。まあ、こんな風なですね、世にも奇妙などころか世にも極めて恐ろしいお城、そういうダークサイドストーリーですね、そういうものを持った、もうダークサイドのホラーストーリーですね、ハウスオブホラー、アイルランドハウスオブホラー、ちょっと大体これが出てきますから、まあ、そのぐらいですね、非常に恐ろしい、まあ、そういういわくつき因縁、多分このオキャロル一族さんの残忍非道さが今でもこのお城のどこかに住み着いていて、あなたを狙っているということなんだと思うんですね。まあ、ちょっとまたこんな恐ろしい写真を出してしまいましたけれども、まあ、今回はですね、このアイルランド、意外とアイルランドってですね、そんなイメージないとかいうお客様も多いんですけれども、なんか羊とビールとギネスとみたいな、緑とみたいな感じなんですけども、実は非常に恐ろしいこういうお城もあるんです。もちろん観光できます、ガイドツアーで観光ができますので、それは直接お問い合わせいただくか、私ども経由でも結構です。今回はですね、このアイルランドのハウスオブホラーですね、烈風城をご紹介いたしました。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。